皆さんこんにちは、ラムコンちゃんです。今日は11月6日土曜日で、土曜日もチラシの日なんですけど、今日は、まあ、まあまあ特にないかな。気になるのはスヌーピーのバッグぐらいかなとか昨日からずっと思ってましてたんですけど、やっぱりもう体が島村に行くルーティンになってるから朝から行ってきました。はい、ということで買ってきましたわ紹介していきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。先週に取りためてたものがあって、今回それも一緒にご紹介するかもしれません。何を買ってきたかというと、まあご想像の通りのものかなと思います。はい、買ってきたのはこちらです。はい、スヌーピーのボストンバッグ買っちゃいましたはい、ね、多分ね、スヌーピーのコラボバッグって4回目の発売だと思うんですけど、1回目にこれを買って全く同じ多分柄なんです。あ、違うわ、ちょっとスヌーピーのね、この餌の入れ物持ってるバージョンと、こっちは餌の入れ物加えてるバージョンで多少違うんですけど、なんかほとんど似てるかなと思うんですけど、同じ色買ってきました。何個かね、スヌーピーバッグ買ってるんですけど、で、あの高校生の姪っ子がいまして、2つほどね、まあげちゃった、気に入ったみたいで、まあ私もそんなに使ってなかったしね、あげてしまったんですけど、でこれ買っちゃいました、ボストンバッグ。うん、こういう形ね欲しかったのでちょうどいいなと思って、値段もそんなに高くなかったし買いました。商品名が SN 総柄ツーウェイボストン中茶、税込み2420円、343-1405です。でね、チャックがね2つあって、こんな感じに開くのでいいかなと思います。はい、ということでこちらのバッグ見ていきたいと思います。まず大きさなんですけれども、横が約23センチ、縦が約16センチ、マチが約10センチとなります。底鋲もしっかりついてます。チャックは2つ、あって、こういう風にね、ガバッと開くので、1個よりは全然いいかなと思います。はい、まず中の背面に、この内ポケットの、チャック付きのポケットがあるんですけど、結構大きい、スマホがねすっぽり入るぐらいの大きさなので、割と大きめのチャック付きポケットと、あと反対側にオープンポケットがこのように2つあります。中は茶色の布が貼ってあるっていう感じですね。で、そこもねしっかりしてます。そこは板とかは入ってないんですけど、コーヒーの硬さがあるので、そこはしっかりしてるかなと思います。で、デザインはマカダム柄にスヌーピーが、なんか餌のお皿を加えたバージョンと、ウッドストックを抱っこしてるバージョンと2種類が散りばめられているっていう感じです。はい、これ茶色の他にベージュがあったんですけど、やっぱり茶色の方がね、パキッとするかなと思って、こっちを買ってきました。で、ここには、まあ、いつものようにスヌーピーのなんかタグがついていて、で、ここは茶色のコーヒー全部でしっかりついてるし、で、金具はゴールドになってます。で、ね、ベルトは、まあ、スライド式になってて、まあ、ちょっとベルトは、まあ、安っぽい感じもするけど、仕方ないかなと思います。2500円しないし。手で持つ方が可愛いけど、やっぱしんどくなってくるからね、肩掛けもできた方がいいのかなと思います。こんな感じ。まあ長財布は余裕でね入るし、ペットボトル500は横だったら入る感じなので、マチもあるしボストン型なので、すごいたくさん入るかなと思います。はい、次に購入してきたのがこちらです。よいしょ。はい、こちらのスザンヌさんのエプロンを買ってきました。はい、発売発売
した時に、インスタでいいなと思ってたんですけど、昨日行ったらやっぱり可愛いと思って買ってきました。この黄色のビタミンカラーがめちゃくちゃ可愛くて、なんかねちょっとね気持ち的に調子が悪かったんですけど、はい、このビタミンカラーがすごい元気が出るなと思って、日照時間が短いからこう心が沈んだ時にやっぱり北欧インテリアってその花柄とかそういうのあるじゃないですか。まあ、それと一緒でこのようになんかね、私その時昨日元気をもらって、それで買って帰ってきたっていう感じです。商品名が SZ キャンバスホルターエプロン M から L サイズ濃い黄色、1419円、税込み。ここのバイカラーがめちゃくちゃ可愛くて、グレーと紫みたいなのもあったし、デニム色と何だったかな、茶色みたいなのもあったんですけど、完全にこの黄色に惹かれました。なんか後ろがバッテンになってて、かぶるタイプはやっぱり私使ってたけど苦手だなと思ったので、もう首はこのタイプがいいなと思いました。はい、なんか暴れとりますね。えどうしたん、暴れてんの。はい、そしてですね、ポケットが3つに分かれてるんです。1、2、3で、スマホもすっぽりと入りますし、はい、そしてここに切り込みが入ってるんですよ。ここに切り込みが入ってるので、なんかエプロンって意外とこうプチッとしてるから、こうね、股開きができにくかったりするんですけど、これはね動きやすい、めっちゃなんかつけてても全然、はい、大丈夫。本体がね黄色で、この紐の色がカーキですね。スザンヌさんのね、この南国のビタミンカラーに、はい、惹かれて買ってきちゃいました。